どこでもいいんじゃないか。ふむふむ、好きな人の体ならどこでも興奮しちゃうわけですね。ピャーエッチで言えば、図書院が似合いそうな優等生タイプなんてどうですか？どうなんだろうな。あるいはちょこっとやんちゃなアウトロー系、実は肩幅の広いスポーツマンが好みだったりして。運動部のやつらなどバカばっかりだ。特に剣道部と体操部はクズだ。はい。ろくな練習もしてないくせに部費だけは持っていく。いつもいつも学園の備品を勝手に持ち出す。そのくせお菓子やおもちゃのゴミだけは置いていく。今日も朝から窓を壊す。